では前半のゲストをご紹介いたします。外務副大臣で自民党参議院議員の佐藤正久さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。ししますそして北朝鮮から昨夜帰国されたばかりの拓殖大学海外事情研究所特任教授竹田秀樹さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。さあまずは北朝鮮の最新情勢について伺っていきます。はい まずこちらの写真をご覧いただきたいんですが、はい、昨夜まで北朝鮮にいらした竹貞さんが現地で撮影されたものということなんですけど、うん、これは祝賀行事の様子です,かそうですね。9月9日の朝<え>高麗ホテル我々が泊まっていたホテルの横で<え>、まあ、小規模なあこのダンスが始まったところですね、うん、最も大きなダンスというのはキム・イルソン広場という大きな広場が街の真ん中にありますけどもそこで大々的なダンスがあってそれはあの海外にもはあ発信されましたね。これは 建国記念日の日の朝なんですかそもそも論としてこういう映像ってよく北朝鮮から流れてくるんですけれども、ええ、これはその市民の人たちが自発的にやるというよりも例えば国家がその何時にどこそこに集まってデモンストレーションとしてやりなさいというふうにやっているように僕らには見えちゃうんですが。 この,そのダンスってどういうふうにこう組織されているというふうに見たらよろしいんですか、ね、そうですね、組織担当者にインタビューしたわけじゃありませんので、はい、分かりませんけれども、自発的に集まってダンスが始まったという雰囲気ではないですね、所属しているいろいろなところから何人かを選抜して、そして高麗ホテルの横の駐車するスペース、広いところはちょっとあるんですけれども、はいはい、そこで始まったダンスということで、えーまあ、祝 がす,すべき日に外国の皆さんにもいや小規模ながらダンスを見てもらうということで、うん、え組織されたダンスであったと思います<お>音楽なんかも流れて、うん、でそうでですすね次これは,これはの北朝鮮の、うん、表現では交通保安委員。 と言いますが、はい、まあ日本風に表現をすれば、うん、あ交通整理の婦人警官ということでえ交通切符も切ってたりするのを見たことありますから、うん、あでまた非常に。えー 観光客にこうまあ、評判でですね。はい、去年よりもますます。その人数がこの交通保安員、女性交通保安員の数が増えたように思います。うん、非常にキリッとしてですね。交通整理は比較的信号が少ないですから、はいはい、やはり交通整理する人は必要なんですね。で、キビキビした行動で真っ白の制服で。うんうん ええー、で、まあ、あの、陽子探霊の人を選抜しているのではないかと想像するんですが。女性が多いんですか。女性が圧倒的に多いですね。は,<ー>はい。はい、はい。続いて、こちらですね。まあ、去年と比較して驚いたのは、タクシーの数が非常に増えてますね。これは平壌駅前で、お客さんを待っているタクシーの。の、はいうん、車は。これ、タクシー、えー、そうですね。うん、あの、これも上に、あの。 日本とほぼ同じですけども、ちょんまげ、えーね、のっけてるやつはタクシーですね、タクシーの数が増えています、はい、外国人観光客も多いタクシーっていって乗れるんですかと、はい、あ言ったところ、あ乗れますよとそれは外貨ですか、それとも北朝鮮ウォンなんですか。 一般の市民、北朝鮮の門で払いますけれども、はい、私が乗った場合、中国元ですかって言ったら、うんあ、それで大丈夫だと言いましたが、まあ、私は乗る機会はなかったですね、時間があの十分でなかったということと、はい、もう少し一人で、この平壌駅、およびその近くの商店とか、いろんなところ、一人で探訪したいということもあったので。うん、で,きたんですか、それって 一人で街中な、まあ、ラぱらぱらぱら歩きま可能ですね、でこれはの特に特定の人にはそれを許しているのかと思ったところです、ね、<laughs> いや、それ、まあなぜ笑わ、はいはい、れたのかとうのよく理解できませんけれどもね、ね <laughs> <laughs> 観光ツアーの最近のパンフレットを見たら、はいはい、あョン一人歩きというような項目も入ってましたね。はい、<ー>ですからまあ ピョンヤンというのはそれなりのショーケースのような街ですから、はいはい、治安が悪いというわけでもないでしょうし一人で街を歩きたいという人観光客の欧米、欧米まあ、アメリカは除いて日本の人は考えますよね。 えー、そういったことを目玉に入れ,て入れた観光ツアーというのも考えているんでしょうね、うん、私は歩きましたよ、<ー>何の問題もなかったけれども、まあ、服装とカメラ、こんな2つぐらい持って、いかにもなんか日本人風なものですから、ちらっとこうあ街行く人が見ましたけれども、一人で歩くということが可能になった、これは5年前は考えられなかったですね。あのー ガイドと称する人が後ろから一緒についてきてくれてあそこ行っちゃだめですよとかそういうのないんですかでパッとこう後ろにかっんですけどその変化はどういう変化だと見たらいいいんですか、うんまあ、いろいろなバラエティーに富んだ、はい、あ旅行の商品を開発し自由度を高めていけば、はい、旅行客が外国人が増えるんじゃないかと、はいはい、いうことも考えているんでしょうね。う そして最後の写真です、はい、これの北朝鮮の指導者が、うん、外貨節約のために国産の乗り物を増やせということで去年の1月からは地下鉄の新,新しい国産車両が走るようになったんですけれども、はい、もう1つはこのトロリーバスですねうん、うん、えこの頭の上にこのあれをつけているんですけれども、はい、このトロリーバスが数がずいぶん増えていましたね市民の足としてトロリーバスが数が増えているというのも一つ特色でしたね。ね、うん これちょっとここには出ていないのかもしれませんけど、はい、あーとっておきの話ですけどね、はい、すごく興味深かったのは平壌の街で乗り物に乗る市民たちが列を作って待ってるんです立ってるんですね。ね、うんうん、列を作って でそしてトロリーバスとか電車に乗るのを待っている風景っいうのは世界であまり見ないでしょ中国の北京なんて見たことないんですよ中国の大連と日本と平壌なんですねこれは日本の文化だってというのは、ね、大連に行った時にあれ中国人が列を作って順番待ってるって言ったんですよそしたらその大連の学校の先生がいや竹澤さんね昔の満州でしょ、うん、日本の伝統なんですよとおっしゃった<ー>つまり。 平壌には意外とね言葉もそうなんですけど、うん、人々の市民生活の中に意識してないんだけど日本の文化がこういう形で残ってるってことが意外とあるんですよ、うん、なるほどね。全体の,その街の雰囲気、うん、今、お話伺ったんですが今年の北朝鮮経済成長率3.7%でしたっけ、ね、ももののすごい高い高しかも経済的にその まあ水害があったり、まあ経済制裁があったりしてね。どう見てもこれは厳しいだろうなと思う中でも三点なって数字を先日聞いたあれと思ったんですけれども。街中のその、なん言ったら、車の交通量とか。食料の豊富さとか、まあ市民の人たちの様子とか、どんなふうな感じだったんですか。まあそうですね。今年はですね、はい、やはりちょっと緊縮のムード。はい、節約のムードが、あちらこちらに見られましたね。はい、例えば。レストラン等に入っても。はい 去年よりはお客さんの数、これはのホテルの近くの一般のレストランですけれども、お客さんの数は比較的少ないなと、うん、高麗ホテルの1階のレストランもです、ねうん、お客さんの数は以前ほど多くはないなと、な普段電気で動いているものがあまりちょっと動いていないなということもありましたね、9月9日、救急節というんですけどね、はい、9月9日、北朝鮮で花火をあげたり、いろいろするんですけれども、はいはい、今年は花火もなかった。 健康記念日ですよねで花火って普通、なんかどーんとやりそうな、えー、で今年はなかったんですよね、<ー>でそれとまたあの今年レセプションがあったわけですけれど今年もあったんですけども、うん、9月9日、数は比較的少なかった、うん、480人ぐらいですかね、私、ちょっと数えたんですけれども、はい、去年は600、700人ぐらい売られたということもあって。 外交団が人民文化宮殿のところでパーあの去年はあったんですけども、はい、今年はあの玉流館という冷麺で有名な店の <laughs> しかしそこは大宴会場があるんですけれども、はい、そこで行われてやや小規模のレセプション建国記念のレセプション、はい、でもそこにはナンバーツーのキム・ヨンナ最高人民会議常任委員長が挨拶をされるという公式の 夕食会ですけれども、うんまあ、数は少なかった、まあ、全体として、はいえー、今年は少し緊縮財政に行こうかなという印象を受けましあこれも経済制裁等と関連しているのかなという印象を受けましたけどね竹貞さんと猪木さんは北朝鮮の外交トップともいえる李ー・ス副委員長と会談をされているんですけれども、うん、この映像をご覧いただきたいと思います。 えこちらなんですが、出ますでしょうか、うん、えはいこちらですね、今、猪木議員がリースヨン副委員長と、うん、ハグをされてますね、今、竹裟さん、握手されていますけれども、うん、ま会談の中で今回、6人の要人と会談をしている様子が撮影されているということなんですけれども、うん、これ、どのくらいの時間、会談をされたんですか、リースヨン副委員会、ね、会談を最初に1回目行ったのは、8日、はい、ですね、8日の夕方。うんうん 七十75分間だったですね、うん、1>, 1, 1時間15分20分ぐらいですね、はい、翌日、昼食の時に 2>、うんえー、約2時間ですね、昼食をとりながら、はい、ですから、うん、トータル3時間15分20分ぐらいの面談といいますか、うん、向こうで面談というんですが、はい、あの話をする機会がありました。はいうんあの 中身これから伺っていきますけれどもね佐藤さん、その外務省としては政府としては渡航自粛勧告を出してますよね、はいでまあ、確かにその北朝鮮の朝鮮労働党の副委員長との,その意見交換をする機会というのはなかなかないとも思う一方じゃあ渡航自粛勧告をしている政府間の交渉も非常に緊迫した、まあ、日本から見たら手詰まりの状況にも一部見える部分もある中で。 猪木さんと竹澤さんが一緒に行かれるというのは、これまずこの行かれたことについては、どういうふうにお感じになってますかす、ね、あの去年の2月に、はい、あの核実験や度重なるミサイル発射を受けて、拉致・核・ミサイルを包括的な課題を解決するという観点から、はい、人物の金の流れを止めるという観点で、なるほど日本独自の制裁を課しました、うんうん、その中の一つに、えー、渡航自粛というものがございます。うんはい でそういう中で、えー、の今回、訪朝されたと、うん、これは非常に残念に思います、うんで、特に今、日本と北朝鮮は国交がありませんから、はい、あの平壌には日本大使館がございません。うん で万が一、日本人の方が事件とか事故に遭遇されたときに、やっぱり極めて対応が困難というのが外務の立場です、テレビを見ている国民の皆さんには、いかなる目的であれ、北朝鮮の訪問というのは自粛していただきたいというのが我々の立場です、でその上で、はい、あの今回、竹下先生と非常に発信力ある方ですから。はい、あの特に、まあ 今回の時期っていうのは国連安保理で国際社会が一致をして今回の核実験に対して制裁という新たなメッセージをかけるという非常に大事な時期の包丁ということについてはやっぱり全体から見ても残念な感じがしますし北朝鮮から見れば武田先生は非常に発信力がある方ですから。 われわれも雲海市で何を気きになったのかと、はい、これから聞いてくわけですから、ねはい、走り悪かったですから北朝鮮にとっては非常に北朝鮮のメッセージを伝えてくれると。 いうあのあの貴重な存在でも、うん、あの向こうは思ってもおかしくないぐらいの、うん、やっぱり大物ですから。なるほど。そういう方が今回表彰されるっていうのは、うん、まあいろんな面であの我々としては非常に残念に思うという感じは思ってます。うんうん、とはいえ我々としては何を気になったのかということをこれから変っていきますんでよろしくお願いします。でまずですね。その李水遠副委員長とのそのやり取りの中でですね。やっぱりまずわさ我々が最初に伺わなくちゃいけないのはその各ミサイルそのまあ度重なるその実験。うん まあ、あの核実験もやり、まあ、水爆実験だという,ふうな話もありました水爆実験もやりそれでミサイルの実験もさまざまやっているその件について当然、日本側からその目的は何だどうしてやるんだというこういうまあ問い詰める意味ではなくて先方の,の真意を聞く場面当然あったと思うんですよそのやり取り、どういういやり取りがあったんですかリスヨン、えー、朝鮮労働党中央委員会副委員長であり、はいうん、朝日友好親善協会顧問。はい そして朝鮮労働党国際部長であり前外務大臣、はい、外相です,、えー、ですから、うん、まあ外交には非常に重要な影響力がある人と、はいはい、ほとんど意見交換したいなと思うことは意見交換することできました、うん、ただです、ね、あの先ほどの副大臣のお話とも関連しますけれども、うんはい、外交全体はやはり取り仕切っているように見えるのはリ・スヨンさんですが、うん 外務大臣でもないし、うんえー、外交の責任者でもない、はい、リスヨンさん、うん、労働党の幹部なんですけどね、はいはい、その方にお会いをしに行くということは、うん、あの外交をわれわれ私も猪木さんもおそらくそうだと思いますけども。も、うん 外交しに行ったわけではなくてな労働党の国際部の部長さんですからいわば党の、まあ、日本では自民党の外交部会、防衛部会の会長というような立場ですよね、えー、との間で率直な意見交換をしましょうとしかもスポーツ交流等にを中心に話をしましょう、はい、という趣旨で行ったわけですね。それれとあのもう一つちょっと付け加えば あの自粛令は十分あの私、存じ上げています、はいうん、でまあ、あまりその,その時に行かなければ意味があないなというような、うんうん、不要不急でないところは自粛すべきだと私も思いますけども労働党大会が行われたとか、ね、あるいは航空ショーが行われたとか。うん あるいは軍事パレードが4月15日に行われた、うん、まあ労働党大会は去年5月、うん、そして去年の9月にはウォンさん第1回航空ショーが行われ、はいはい、今年の4月15日は軍事パレードが行われ中止になりましたけどもウォンさんで第2回航空ショーが行われる予定だった、うんうん、これはマスコミの方が50人とか80人とか行ってきてるわけですよね。そそれれれはその日に行かななななければ取材ももでできいいいいし映像も撮れないととととううことで不要不急というこ不不知りながら、はい メディアの方もそれぞれの仕事をしておられたという例もこれありですね、うん、私は研究者として学術交流と学術交流しながら北朝鮮の影響力のある前の外務大臣がな、うん、どういう考えをしてどういう答えをされるかというその要人との面談これも研究者としてですね非常に関心があったわけですねで3つ目は平壌がどういう姿変わっているだろうか1年間ですね。うんはい 定点観測をしてタクシーの数が増えているかどうか、うん、これも研究者としての関心があるんですが、ね、うん、この3つのまあ目的を持っていったんですね、はいうん、決してあ、外務省の戦艦事項である外交というものもですね、うんうん、何か我々がしようなんていう考えは全くなくて、ですねご迷惑をおかけすることになることはないように、うん、ないように注意して発言をしてきました。ここれはもう間違いないなとでですす一方ね 今回、9月9日というのは、はいはい、あ日本も、うん、北朝鮮からの度重なる挑発行為や、うんはい、あるいはメッセージを受けてです、ねうん、ミサイルがまた撃たれるのではないかと含めて、うん、警戒態勢をみんなやっぱ取っと取っていると非常に限界態勢と言ったと間違いない事実で,、はいはい、で昨年の,あの9月9日というのはまさに、うん 核実験が行われたということもあり、そういう状況ですので、我々としては非常に緊迫した状況の中で、できるだけ自粛ということを前面に出して、国民の皆様には、何かあったときに対応できないわけですよ、自己責任という言葉は使いたくありませんから、そういうこともあって、今、国民には自粛をお願いしているということは、ぜひご理解いただきたいと思います。 さああじゃあ竹澤さんにそのリー・スイオン、まあ、どちらかというと朝鮮労働党副委員長というよりも前外務大臣という印象の方がわれわれ強いんですけれども、意見交換の中道でちょっと変わっていきたいと思います、まず核・ミサイル、そのここまでの,その進捗状況、開発の経緯について、北朝鮮側はどのような説明をしてるんですかそうですすかそうね北朝鮮は核開発をするのは自分の生存権を守るためだと。はいうんはい しかし生存権を侵そうとしているのがアメリカであり、うん、アメリカがリーダーシップ取って国際社会をそこに巻き込んだんだと、はい、そして生存権は非常に今危機に瀕していてその理由は2つあって1つは米韓合同軍事演習が北の生存権を侵している、はい、もう1つはです、ねえー、国際的な制裁がどんどん,どんどん何度も繰り返されてきているとこの2つによって生存権を侵されているのでさら、うん、なる制裁がもし加わるということになれば、うんあー 核実験の数ミサイル発射の数が一つ一つ増えていく結果をもたらすだろうと、うん、あそして日本はアメリカよりも北朝鮮に近いということを覚えておいてくださいと、うん、どうい非常に、えつまりえ短いミサイルでも日本に届くので ICBM はもうじきできるかできないかってまだアメリカにはたくさんの弾頭が届く状態でないけど日本には、うん。 準備完了ですというニュアンスも含まれているわけで、ジョさんはそういう言い方をすするんでか本来そうじゃなくて、去年はですね交流をどのようにね進めていけばよいかという話も中心にいろいろ議論したんですが、去年もやはり同じ3時間半ぐらいですけれども、こはこの間、去年から今年にかけていろいろミサイルの発射もあり、そして水素爆弾なるものが9月3日に実験が終わったということも踏まえてですね、 えー、去年よりも非常に厳しい姿勢を、うん、発言をしておられましたね、ねまたそれに加えて日本はアメリカよりも北朝鮮に近いということ、うん、と,と,ということで、えー、日本がい,い,いつまでもアメリカの政策に追随をしているということについてはですね、うんうんうん あの北朝鮮の方としてはそれを受け入れるわけにいかないこ、うん、こういういともおっしゃってましたの、ね、でこれは今の話で武力による恫喝に聞こえるんですよ。うん、それは例えばこれまで言った在日米軍の基地を目標としているというような発言はあったかと思いますでもそうじゃなくて日本の一般国民に対して恫喝しているそういう印象でよろしいんですかこれはあの初めての発言じゃなくて でリスヨンさんが今回、9月8日、9日に初めてされた発言というのは、もっと別の発言、はい、実は意外と対話に向けてのですねうん、うん、柔軟な発想を持っておられるなというところが新しい発言で、今申し上げた点、はい、日本も、はい、日本はアメリカよりも北に近いんですよ、ね、ということも含めて、うんはい、これも公式報道で朝,朝鮮中央通信、あるいは労働新聞でもですね。うんはい えー、日本が迎撃、うん、ミサイルの迎撃システムを、うん。 使用して迎撃するときには、はい、日本の主なる都市は大きな被害を受けるだろうとかですねミサイル迎撃をするのであれば、うん、日本全国は消毒化されるだろうとこれ大量破壊兵器使わんばかりの言葉ですけどこれらは労働新聞とか<あ>も公式の発言で去年からずいぶん出てきてきますそうそうじゃあ今言われたその新しい部分い新しい部分いこれまでの,その公式見解とは違った。 味わいの部分とういうのは、もうこれ、一番の,その肝だから、最後のところを持っていこうと思ったんですけども、う最後に来てるわけですかじゃないです、<laughs> どうぞ、あのーまあ、猪木さんも記者会見でおっしゃってましたけれども、国会議員の傍聴団というような話も出ていて、はいうん、えそれについてどう思われますかということに対して、国会議員の包丁団、はいうん、えこれはあの受け入れるということが可能ですと。うん いうことをおおっっししゃっておられました、はい、あそこに今出てますね、はい、自民党のある人物ができるだけ早く包丁したいとおっしゃってた、うんうん、意向に沿うようにしましょう、はい、あ議員団の包丁を,を考えてます喜んで、うんうん、そうですね、うん、これは最後の方でだんだんこう話をしながら懇談の席で。 決してあのお酒飲んで酔っ払った席じゃないんですよ、これちゃんとしたあの懇談の面談の8日の夕方の席の話なんですよね、うんうん、そうおっしゃってました、うん、これ、同じ議員、<で>ある自民党のある人物ができるだけ早くという、ここで言ってる自民党のある議員と、下の,その議員団の包丁、この議員団、例えば、ある自民党のある議員が議員団を編成するから、それを受けてくれそれを申し出た方が、猪木議員であり。はいうん そして、その提案の背景等については、猪木さんがご存知ですから、はい、直接、猪木さんをここに呼んでいただいて、聞かれるのが良いと思います、私が間違った発言をして、ですね、うん、これ、非常に重要な問題です。です私も自民党の一員ですけれども、今、のルール、話があったように、うん、日本を恫喝しているのは北朝鮮なんです。 今までも確かに米軍基地だけではなく東京とかあるいいはそうう地名まで上げて日のにするとずっとそういうことを同活しながらミサイル発射を繰り返した北朝鮮なのでそういう状況の中でこういう形で今対話を引き出すために圧力をかける段階の中で自民党の議員がこういう包丁団で率いていくというのは私は非常に考えにくい。 でも誰かが猪木さんに伝言したということですよね、そうじゃないゃ猪木さん、それはあの、そうそう,そう<気>本人に聞いてみると分かんないとこですよね,すね一方、じゃあその、このリ・スヨンさんのね、じゃあ、来てくださいっていうのは、喜んでお迎えしますよこの発言あの、北朝鮮から見たときに、アメリカよりも日本がうんと近いことを忘れちゃいけないよと言いながら、来てください、このバランスはどうか受け止めたらいいんですか。いやそののバランスというのはですね、はい まあこれちょっとん縮を買う表現だろうと思いますけれども、はい、北朝鮮流の対話と圧力路線じゃないですか、日本に対するそうそうそうどこの国も軍事と外交というものは絡ませてますよね、うもうこれ、佐藤先生か膨、うん、大時代からずっともう考えてこられたことで、外交は外交、外交やってる時、軍事やめだよねとかね、うんえー、外交の関係がいい時は、はい 軍事力を削減していきましょうね、うん、というのは日本人的なナイーブな発想であってねど,どこの国もアメリカも中国も韓国も対話をすると同時に軍事力をせっせと磨いてるわけで,で,、ねでね、だからこそ外交で相手を説得する時に言葉に力が出てくるという発想を持ってるんですけれども。うんうん なんだ対話の提案をしたら喜んでと答えた北朝鮮がかたや日本はアメリカよりも北に近いんですよと恫喝していると、うん、信じられないその言葉はと言ってしまうんではなくて、ね、我々式の対話と圧力、はいはい、対話か圧力じゃなくて対話と圧力路線を持てば、うん、みんなが同じ部隊で、うん、同じリングで、うんえー、それぞれの国益をですね、うん 表に出して、接点を探し出すことができるわけですよね、うん、そういう意味で、私はあの彼らなりのやり方なんだろうと思います、うん、ただ、それは冷戦に聞くと、北朝鮮が軍事力を使って、この、ね、日本に対してあの、えー、核ミサイルというものの,、うん、あの実戦配備の中で、うん、この自民党の議員を呼んで対応しようというのは、それは。 向こうの、あのー、外交軍事力に、うん、愛犬にしたら外交にあ、うん、れは屈してしまうと、うん、ましてやあの拉致問題も解決しない中で、うん、これはうどう考えても、向こうの方に利があるというものに乗ってしまう感じがしますよね、はい、ただ、拉致問題も、はい、拉致問題はこれだけ未解決で、膠着状態であるからこそ、はいはい、私は以前から連絡事務所をピョンヤンに設置して、1>, うん、1週間の拉致問題に関する調査活動、うん の報告を直接自分たちに話してくださいという連絡事務所をピョに作って1週間刻みで問いただしていくという直接対話これが必要だったとう私、3年前から自民党の機関紙にも私も拉致対策の方でいろいろ書いてありますけども拉致被害者の家族家族会ってあります家族会の方々も今はやはり対話の時期ではなく圧力をかけるべきだと。 いうのは拉致被害者の家族の方も我まと同じ考えですので、ね、こういう形の向こうの,あの、うん、誘い、恫喝に乗るべきではないと私は思いますでも,うまあもう一つ私はい、あのまあ、率直に、はいえー、リ・スヨンさんに申し上げたんですね、はい、ここで何週間か前、2週間ほど前ですか、はいはい、あもし北朝鮮が指導者が戦略的な発想を持っているとしたらですね 9月9日は日朝交換協議っっておししゃまた米朝政府交換協議を北朝鮮が提案をしたらですね戦略的外交をするところだなとミサイルを発射し水素爆弾実験だ妥協する国ではないなということで世界の見方が少し変わっていくとそれぐらい奥の深い外交を。 されるののはいいかかがでしょうかというスヨンさんに直接言いましたえ、それに対しては全く反対、い竹貞の言うことについて一つ一つの,あの言葉っというのは自分は言う今ここで言う考えはないとおっしゃってましたそこで、うんあ、そうだそうだあいいアイデアだアメリカに交換協議提案しましょうとスヨンさんがおっしゃったらこれ大ニュースですよね。ただ 米朝直接協議だけに照準を合わせてずっとあの繰り返し繰り返し言ってきたのは北朝鮮繰り返し言ってく、えーうん、るときにワシントンに届く ICBM だぞとか、はい、SLBM もこれだけうまく飛んだよと言ってきたのは北朝鮮私の目からしたら対話の提案が今欠けてるじゃないですか北朝鮮は。 思いますよ日本も安倍総理が8月6日国連安保理の決議の時に内閣総理大臣コメント出されましたけれども、はい、対話と圧力とおっしゃったが日本の政策であるということをおっしゃったそれでその言葉の先に安保理の厳しい制裁を歓迎されたわけですけれども,もう問題簡単ですよね日本も北朝鮮も対話か圧力じゃなくて両方が対話と圧力。 考えてるんだよねと、うん、同じ船に乗ってるよねだから明らかに日本側の猪木さんの提案に対して私向こうはかい、ねね、返してきたという意味ですもんねと思います、はい、意外と共通の認識がそこに広がってると思うんですが私は国会議員でも政治の世界に全く関与したこともなくですね政党、うん、活動もしたことないので、はいはい、私は研究者としてスポーツ交流、うん、学者の交流をやりましょうということを提案したんですねどう返、ん、上、うん、どうだったんですかでそれは非常に歓迎だと。 スポーツ交流に関しては前向き安,全保障安全保障分野について、ですね、うん、これはリ・スヨンさんに具体的には言いませんでしたけども、はい、日本では私は安全保障を日長間でやって、率直に軍事問題、も専門家が議論するようにしたいですね、うん、と言いました、うんで、その次の次の日に、うんえー、外務省傘下のシンクタンク、日本国際問題研究所に当たる軍縮および平和研究所の部長ら3人と懇談をして、率直に軍事問題意見交換しました。 火星13の射程距離は何キロですかと弾頭は小型化したんですかと再突入技術はマスターしたんですか答えてください、こういう議論しました、これ、こちらで映像を見てね、テレビのスタジオであれ、1000キロ、2000キロ飛ぶねとかこの写真は再突入した写真だね、いや違うという議論をするのもそれも1つですけれども直接、何のためのミサイルですか。 何のために日本を消毒化するというか戦略があるんですかと、うんうん、私たちはあなた方の国に行って陸上戦闘をやろうというのは総意も考えもありませんよと率直に言うような機会が今まであったんですかそういうことなしに彼らは私たちを消毒化しよう,しようとしていると対話はも問答無用だと、うんうん、完璧な拉致問題の報告書を出すまでは対話もする気持ちがないということで2014年 まあ日朝、赤十字協議が始まってから今日に至っていつミサイルが飛んでくるか分か,か,かり言ってきたわけですよね台湾の重要性をこうそういう形で強調されるのは分かりましたそうするとじゃあ例えばその軍縮関係のシンクタンクの北朝鮮の軍縮関係のシンクタンクとのメンバーの間,に間のやり取りで火星13号とか北朝鮮のミサイルの開発のじじ今の進捗状況どうですかと質問いたして北朝鮮側の人はどう答えたんですか 彼はもう一生懸命メモをしていました、はいで、戦略的外交をあなた方はすべきであって、うん、ミサイルを飛ばす、そして水素爆弾を爆発するということばかりであっては、うん、こちらも対話に出ていきにくいと、うん、アメリカも日本も対話ができるような雰囲気をあなた方の方が醸成してくれるべきじゃないですか、うん、言いました、うん、回答なしですねな、なしっていうのは私は理由があると思いますよ、うんうん、今までこんなことを日本人から直接に問いただされたってことはないのかもしれない。なるほどだから、うん 1>, 1回だけではだめな,なんですよ、うんあ、こういったような対話をして、勘違いをそれはでもさっき言われたスポーツとは全然違う意見交流ですよねスポーツの交流については、もっと長い時間をかけて、はい、リ・スヨンさんと話をしたんですけれども。 今,大事な今の,その軍事の問題でちょっと時間を取っちゃったので、はい、その先逃げなかったんですけれども、はいはい、ちょっと一つだけ付け加えると、はい、軍事問題については向こうが予想外の質問を私がズドーンとやったもので、うん、1>, 1時間半、まあ、両方、朝鮮語でずっとやったもんですからびっちり時間中身の濃い1時間半ですけれどもそれはあのやはり向こうの方も、うんあまあ、立場もあるでしょうから言えないと。 言えないっていうか、ある程度準備したこ。たと我が国のミサイル技術をあなたに喋るわけにはいかないと。あまあ、そりゃそうですよね、うんい。いや、そりゃそうですよね。うん、あの。日中間であるいは日朝間で、うんえー。自衛隊のシンクタンクのね、幹部が。うん うちのミサイル、弾頭はどこそこにある弾頭は何発でとかって言えないのと同じであってそれは言えません言えないけれども言えるような時代になるというのも難しいですけども軍事問題というのは。ですねししかしながら 少なくとも何のために軍事力、装備を今、これは持っているのか軍事戦力はどういうものかということを相手が誤解していたら誤解ですと得くような場直接対話ででやっぱり必要ですよねスポーツに関してはどうだったんですか私は,で私はまあそこの出てますけれども猪木さんは議員ですからああいうふうにおっしゃったわけで私は研究者ですからやはり学者同士の安全保障分野の対話も必要だしそしてスポーツ分野のですね、はいうん 対話というのもこれは必要で交流というのも必要で、うんえー、特に、えー、北朝鮮の IOC 委員は一人しかいないんですが、はい、チャン・ウン,ン,ン IOC 委員はアフリカ票3票をまとめて日本と合わせて4票を東京オリンピック2020実現のために投票されたことはいろんなところで報道されて知っているわけですよね。はい、私はそれをを紹介をしててオ、ねはい、オリンピック東京オリンンピピッックク東京に向けて、うん おそ、えー、らく北朝鮮が不得意であろう空手のような、ねうん、分野については日本が模範演技というのをして、うん、東京オリンピックに北朝鮮の選手団が、はい、あ十分な経験,経験を積んでスポーツの分野でですね、はい、彼らがいろいろな目的を達成するようなスポーツ交流のお手伝い、うんうん これはミサイルが飛ぶ、飛ばないってこと全然関係のないことですからや,りやるのはどうかとついては日本のそういった関係者が北朝鮮に行ってスポーツ交流をする少年少女たちのスポーツ団体を向こうで模範演技をして交流をするというような提案をしたいという人がいますといかがですかって言ったらしばらくして。 今の竹原の話は株機関に具体的に指示を出しますとはっきりおっしゃいました。なるほど。ほどね、大歓迎なんですよ、ねうん。あの、はい、普通の一般論といって国と国の関係で、はい、そういうスポーツ交流、はい、あるいはそういう有識者同士の交流これは非常にいいと思います、はい、今大事なことは、はい、日本の安全保障国民の命を守るために大事なことは、はい、あの北朝鮮に核ミサイルの開発。はい 特に日本に届くようなもの含めてそれをやっぱり放棄させることが大事なんです、うん、そのためにはやっぱ非核化のためにはスポーツ交流あるいは有識者の交流っていうのは今の段階ではないと、うんうん、そこはまず,あのまず放棄をするというその先にそのスポーツ交流ってあると思いますけれども今スポーツ交流やったかといって朝鮮半島の非核化が実現するというふうには私はなかなか考えにくいと思います そこの部分というのはその対話のチャンネルを開きたいと北朝鮮が思っているとすればですよ、えー、そこの先には何をその北朝鮮は、ね、目指しているのかその対,対話の先に何があるのか今まさに、対話,の対話で意味ないですし前,そで前の米朝合意とかの6者、うん、会合の共同声明まさにそれで騙されたわけですから、うん、その行動をまず取ってもらわなければ、うん、なかなかその対話とか、うん、スポーツ交流というステージには進みにくいと、うん、私は思います。 そこの部分ではでもやっぱり向こうは言ってきてるということはね、うん、何らか、そこにこにう例えば米朝協議については今、どういう状況にあるかというような話は李承怜さんとはされたんですか米朝協議については議論はしなかったですねその北朝鮮が国際的に孤立しているというようなそういう焦りみたいなものをお感じになりましたか。 孤立しているという認識はありますね世界の国際的な制裁がですね北朝鮮の生存権を脅かしている、うん、これはあの孤立してますっていう意味に含んでいますよねただその孤立している状態が北朝鮮の体制を崩壊させることになるという危機感は、うん おそらく全く全持ってないでしょうねどのような制裁厳しい制裁がこれからどんどん加わっていっても自分たちは核兵器開発を続けるんだということを言っていました。はい、あということを考えると、うん、先ほどの佐藤さんの、まあ、お話とも関連するんですけども、はい、制裁をどんどん加えていくって我々の動機はぎゅーっと締め付けていってあるいは兵糧攻めにして。うん 石油だって金融をしてしまえば、まい、うんうん、ったと言って核兵器捨てれば自分たちの安全保障してくれるんですねと最後に言うに違いないというシナリオが我々にあるから制裁を強化していくわけですよね。そして制裁を強化していって増えたものはミサイルであり核実験の数ですよね。この現実を前にして 本当に核兵器のない東アジアを実現するために、うん、北朝鮮の核兵器を放棄していただくために、うん、何がいいかというところから出発して私話をしてるんですよねごめんなさい、武澤さんでも例えばその文化交流とかさまざ、あ、ま北朝鮮が望むものが経済的な支援かどうか分かりません、えー、そういったものも含めてやっていった時にないしはその国,の国の安定かもしれない保持かもしれないそれをやった先に北朝鮮が自ら核を放棄するという選択肢 我々の議論でいうと、どんなことやっても放棄はしないだろう。どうですか。<う>するんですか。放棄はしません。いや、私は決めるわけじゃないんですけども。<laughs> 放棄する。ちょっとい放棄をする。その兆候なり、はい、戦略なりはありませんというのは。ここであの。 フリップにもも何度も私返ってきたつまり何のための核兵器かといったら統一をするためにアメリカと戦争をしなくても済むための核兵器なんですよね核兵器をワシントンにまで届くようになればアメリカは朝鮮半島の警察官の役割を果たすことと引き換えにワシントンに一発の核弾頭が落ちるとは真っ平だと思うと介入はやめるだろうと1950年6月25日の戦争みたいなことは。 アメリカはやめようと思うに違いないという戦略がもう50年代から始まったトランプさんが誕生するとますますよその火消しに回って自分が大やけどするなんてまっらだとトランプさんなら言い出しそうですよ、はい、ツイッターでポロっと書いちゃいそうでしょ、はい、そこまで読んだ上で、うん、もう少しすればアメリカは軍事介入はやめて、はい、在韓米軍撤収してもいいねなんていう議論がアメリカでも最近出てきてますけれども、はいはい、自分のこと と自分でしてねと言われたら北朝鮮の書いてるシナリオそのものですよ南と北だけで核兵器片手でアメリカはずっと向こうで手出ししませんという約束協定までサインをした上で核兵器片手だったら韓国は北朝鮮と話し合いで大統領は北朝鮮の人でもいいかもしれないなと思いながらみんな否定するんですけれども私がそうしますって言ってるんじゃないんですよ北朝鮮の戦略を私語ってるんですからね。まあ だいたいインターネットの書き込みとか、最後のイ、e、メールではそういう批判が出るしてるんです日本時間の今日ですけれども、はい、国連の安全保障理事会が、北朝鮮に対する新たな制裁決議案を全会一致で採択をしました、うん、原油の供給については過去1年間の総量以内、はいえー、石油精製,製品調達について、年間200万バレル以内、うんうん、天然ガスや副産物については輸出禁止、うん、公海上の船舶検査は北朝鮮の同意によると、繊維製品の輸出は禁止、さらに出稼ぎ労働省 の受け入れは原則禁止とこういった内容になったんですけれども、うんうん、竹澤さん北朝鮮はこの制裁決議についてはどう受け止めてるんでしょうかまあ厳しい制裁が下ったと受け止めているでしょうね、うんえー、ただあ北朝鮮にとって致命的ではないと、うん、お理解しているでしょうね、うん、で、中国ロシアが九、はい、日間でこれ同意してしまったということについても、うん まあ比較的緩い制裁で終わったというふうに比較的というのは厳しい制裁だけれども原油の金輸と石油の金輸というところまでいかなかったということでですねえまあやむをえないかなとこ,うなこれが実行されてでもですね北朝鮮は核開発を続けていくという。 決意はおそらくしてるでしょうね。北朝鮮の人たち、うん、でやっぱり一番のダメージっていうのは出稼ぎ労働者。これは原則禁止ですね。はい、新たにですね。はいはい、あの数あの8月の制裁は増やしちゃいけない。うん、新たに派遣しちゃいけないとなってたんですけども、うん、今回の、うん この文言は、ですね今いる人たち、大体3年間ですよ、外国で労働者や労働やるのはね、3年経ったら本国に帰って、次の同じ人数、また来るわけですけれども、同じ人数、今度来るときに更新をして、新規に契約をするわけですけど、それを禁止するということは、3年後にゼロになる可能性あるないうことですねそれと繊維の輸出、これは日本円で830億円ぐらいの損失になりますよね。 これらは、北朝鮮の外貨獲得のダメージになるでしょうね、ただ原油については200万バーレル以内、大体27万トンぐらいですか、北朝鮮は多いときは150万トン、中東、ソ連、旧ソ連、中国から輸入していたのに比べると、これの年間、マキシマム27万トンというのは相当低い数字になるでしょうけど、ここで注意しなければいけないのは、これ、誰もまだ指摘していないことだけれども、輸出 他の外国の北への輸出する原油は200万バレル以内と言ったでしょ、うん、中国が無料で差し上げますっていうのは輸入と輸出全然違うじゃないですか50万トンは確実に川底から北朝鮮に流れているものはこの事項に当てはまらない。 ということを考えるとトータルで80万トンぐらいは流れ続ける可能性があるそうすると必要にして十分とは言いませんけれども、うん、兵糧攻めにあったなという状態ではないなん、はい、ただね今回の安保理決議というのは、はいはい、う目的は北朝鮮の政策を変えることなんです、うん、政策を変えるために、うん、今,で今までにない高いレベルの圧力をかけると。うんうん、この前の前月5日に、はい 出された決に2371と今回出された2375両方合わせたらですねこれ、かなり北朝鮮にとっては効く内容だと思います特に今、武田先生が言われたように繊維製品のこれと8月5日の制裁鉄鉱石、石炭海産物合わせると北朝鮮の輸出の90%など9割が禁止されちゃうんです。 非常に外貨収入でも非常に厳しいし、この出稼ぎ労働者も、いずれゼロになりますから、ビザの発給がない、これ、5億ドルの外貨が入らないということありますし、今回初めて、この原油とか石油、天然ガス等に触れたっていうメッセージ性は大きいし、ここに書いてませんけども、一番最後に、さらなる核とかミサイル発射をやれば、さらなる制裁を科すという決意をみんなで合意したと。 で今回いろんなメニューが出ました、はいはい、で次にやったらさらに今までよりも強いの段階の制裁を科すということも最後に書いてますから結構大きなメッセージ、うん、また、あのー、これは制裁というのは時間が変わります、うん、効果が出るのに今年の8月5日、うん、で今日とこれからやっぱどんどん期間が過ぎる、あのー、経つに従ってしっかりこれが、うん、の実行できれば相当、私は効くと思います。はい はい、佐藤さん、竹里さんのご出演、ここまでとなります。ありがとうございました。